はい、今回ですけどつむつむの動画なんですけれども、今回はちょっと違いまして、ちょっとつむメーカーというものをやっていきたいなと思っております。最近始めた方とかはね、あんま知らないかもしれないんですけれども、オリジナルのつむを、まあ、自分で作れるというところで、皆さんね、 YouTube のアイコンにしたりとか、LINE のアイコンにしたりとかもできちゃうというところで、まあ結構楽しいね、つむメーカーというものがありますので、ちょっとやっていきたいなと思います。でやり方もね含めて、まあちょっと自分なりのオリジナルのつむを作っていきたいなと思っております。でまずやり方としてはですね、まずディズニーつむつむの公式の LINE を登録しますと、この、今このページを開いているページっていうかチャットを開いているんですけど、その一番下にね、右下につむメーカーというのがありまして、まあ、そちらを選んでいただくと、つむを、作ることができます。多分ね、つむメーカーってググっても多分出てくると思うんですけれども、まあ、こちらをタップすると、出てくるというところです。こんな感じで、はい、で利用規約に同意してスタートと、皆さんちゃんと一応見てください。で遊び方としてはパーツを組み合わせてオリジナルのつむ顔を作ろうと。でつむ顔を積んで遊ぼう。で自分ね、つむ顔をね積んで遊んだことがないので、まあ、ちょっとできるかはわからないんですけれども、まあやっていきたいなと思います。はい、作ったつむ顔を友達にプレゼントしよう。おお、そういうこともできるのか。じゃあそれをもらったのを上に載せたりもできるのかな。ちょっとあれかな、この動画で見てくれてくれたリスナーさんから多分どうやっていただけるかわからないかもしれないですけど、まあ、いただければちょっといただいて、その顔を上に載せたいなと思います。はい、でコレクションにつむ顔を保存できるよというところになっております。では閉じます。で多分上がつむ顔を作る、で下がつむ顔を積むと、すごい、多分積むっていうのは上に積むっていうところで、はい、まずはね、つむ顔を作るというところを一番上ですね、やっていきたいと思います。でまあ自分は、男なので男の子の方を選びたいと思います。はい、結構ね、選んでいくだけなので簡単に作れます。じゃ前結構ね、自分ガングロ推しだったんですけど、まあ、自分の肌の色に合わせていきたいなと思います。まあ自分白いんで、ちょっと白系で、で次ここのね中間のところを選んでいくと、変えられることができますので、髪型がねこんだけあります。はい、はいはいはい、自分ね結構短髪めなので、どうしようかな。こっち女性用の髪型ですね。こっち完全に女性用の髪型ですね。ここら辺とか完全に女性じゃないですか。これシンデレラじゃん。これシンデレラじゃないですか、完全に。これなんかクリエラだっけか。クリエラじゃん。これアースラじゃないですか。アースラじゃないですか。ほう。そういうのもあるんですね。はい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 。こんだけね、ラインナップあるってことは、もうね、ほぼ被ることのない、オリジナルのつむが作れるというところですね。まあ自分はちょっと単発なので、この辺がいいかな。結構2ブロック目なので、これにしましょうか。で、眉毛。眉毛はね、別に自分ね、そんなに細くはしてないので、まあ、これとか、こっちでもいいっちゃいいけど、太めにしようか。よし、これにしよう。で、次。これ、目かな？目を選べると。これ、まつげあると気持ち悪いな、おかまやん。これさ、ファンタズミックミッキーみたいにキリッとした、あれあるんかな？あ、これしかも、ここで、目の色選べるんや。あ、しかも位置も選べちゃう、これ。大きさも選べるんや、すごいね。すごいっすね。目の位置はどれでも選べて、あと目がね、くっきり見えるものに関しては目の色を変えられると。いうところですかね。これ髪
髪の色も変えられるんか。あ、髪の色変えられますね。あ、変えられるじゃないですか。ほら、こんな感じで変えられますね。そういうことか。なるほどね。はいはいはい。意外と皆さん気づかないかもしれないですけど、自分はね、黒髪なのでこれでいきたいと思います。OK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 。 ちょっと目の色がね気持ち悪いから黒に戻したいけど、とりあえず目をどうしようか。目は普通にしようか。目は普通で黒色でいこうかな。あ、やばいやばいやばい、あーやばいやばいやばい。よしよしよし。まだ途中なんで。鼻か、これ鼻。普通鼻って言ったらやっぱこんな感じになっちゃうと思うんだけど、これダサすぎるんで、これ豚鼻豚鼻でもいいけどな。うん、これは初期にしようかな自分は。はい、これにしたいと思います。次これ、ちなみにこれ鼻もね移動できます、これで。はい、でこれ頭の飾りをなんかつけれるっていう感じですかね。うん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 。帽子とかもまあ良さそうですね。ミッキーのニット帽みたいな。はい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 。これもう完全にあれじゃん。あの、何やったっけ、忘れた、名前忘れた。ジャスミンな、ジャスミン。完全にジャスミン。ちょっとこれ違くないですか。これもう髪型選んだ意味なくなっちゃうやつやん。こういうのもあるんか。へえ。こういうのも目立っていいと思うんですけどね。結構ありますね。頭の飾りめっちゃあるやん。お、これジャファーやん。これフック船長か。これマレドラ、あ、違う、マレフィセントか。ほうほう、あ、結構あるやん。こっちがマレドラか。いいっすね、いいっすね。へえ、こんな種類あるんか。へえ、いや、こんな種類あると思わなかったですね。まあ、自分がやるならっていうところなんで、まあ、結局さ、これ、こういうのつけると髪型がほぼ意味をなくなってしまうからな、どうしようか。でもなんかつけたい感もあるよな。つけたい感もあるけど、どうしようか。ミッキー乗せれる？ミッキー乗せれますやん。これもできるんか。いや、俺もディズニーランドでカチューシャつけたくないから、こういう時にカチューシャつけようかな。ヒゲはね、自分生やしてないんですけれども、まあ生やさなくていいかな。で、ほっぺか。ほっぺとか、ほくろとか、シワとか、あとは、これか、メイキング。これ、マルドラの鼻と口か。あ、結構あるんですね。おー、こういうのもあるんだ。よし、じゃあ俺はほくろあるんで、ほくろつけましょう。これはメガネか。メガネどうしようか。メガネもね、特にないんかな。でも種類もいっぱいあります。メガネはね、自分してないので、いいかな。こちらピアスか。ピアスも自分あんましない、あんましかしたことないので、いいかな。はい、これは蝶ネクタイとかその辺か。その辺も自分特にね、しないんで。あら、ただこれあれですね。ツムの手の色を変えられるというところですね。まあ、ツムの手なんてね、肌色なんで。そのままでいいかな。 OK。 次これ最後、これアクセサリー的な感じかな。これも結構いろいろありまして、これ持ったりとか、いろいろ持ったりできるんですね。サッカーボールとか、はいはいはい。水泳に関することもないし、ゲームでいうとこれだけど、まあ、ツムツムといったらまあスマホなんで、スマホを持たせてみようかな。はい、じゃあまあ自分これでいいかな。
てこれでいきましょう。不明だよ。不明。族長にしとこ。族長にしよう。族長にします。これ何？スキル何？あ、これ更新でいろいろ選べるみたいな感じ。あ、これそもそもこれ自分適当にできるんか。まあ、スキルなんて多分意味ないと思うんで、ツムの顔には影響しないそのままでいいかな。これで OK を押したいと思います。このツム顔でよろしいですか？よろしいです。おお、これ神演出じゃないですか。これね、これ神演出じゃないですか。おお神演出すぎる。爽やかな冒険家、自撮りがうますぎるめちゃめちゃいいじゃないですか。これちょっとあれにしようか、あのあれね、サムネにしようかな。 OK で、これはこれ、あー、しかもそうそうそう、画像をねダウンロードできて、そう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 、そうなんですよ。これあこれでもいいんだけど、ちょっと待って、これか、まあ、どの色、背景どの色がいいかな。黒だと見づらいな。どうしようかな。この辺の色が見やすそうなんで、これにしようかな。はい、保存いたしました。ありがとうございます。閉じる。コレクションに保存してみましょうか。いやー、これどうしようかな。いや、なんかめんどくさそうだからやめとこうはい、まあこんな感じでね、作れるので、はい、皆さんぜひね作ってみてください。で、これ多分ログインしないと、あのツム顔のあのあれができないかもしれないですね。うん、載せるやつ、はい、まあそんな感じで皆さんもねぜひね作ってみてください。はい、このツム顔メーカー、はい、なかなか面白いね、アプリじゃねえな、アプリなのかな、わからないですけど、まあこちらでねオリジナルのツムが作れますので、ぜひぜひ使ってみてください。ではね、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。